ちゃった。どうしよう。イトカイナでヤントマンにその串をねだるの？できないよ。恥ずかしいし。
おい、お前。こんなところで何やってるんだよ。一緒に料理もらいに行こうぜ。バーカ、俺たち子供はたくさん料理を食べることがイトカイナでの役割なんだよ。おう、こういう時にいっぱい食べて冬の食料が少ない時を乗り切るための栄養をつけるんだ。子供は特にな。まあな、と言いたいとこだけど、チエローバが言ってたんだ。受け売りだよ。ま、何でもいいから食おうぜ。お前痩せっぽっちなんだからどんどん食えよ。お前はもっと体力をつけるべきだから、これを分けてやる。そんなわけないだろ。いいだろ、食ってやるぜ。俺も男だ。うるせえ、そんじゃ行くぞ。はっ。だいじゃええ。そんなことないぞ。ほらな、食べれるんだよ。うわ、やめろよ。分かったって、嫌いなんだよ。うるさい。ふう、それにしてもお前最近ちょっと変わったな。昔ほどおどおどしなくなった。それに変な謝り癖もなくなったし、ま、これも俺様の指導のおかげだな。ほいほいほい、ほいほい。やっぱり迷うよな。どうしよっかな。バッカ、串だよ。誰にあげるかやっぱり迷うだろう。当然だろ。俺はもう立派な男だぜ。糸飼いなの男の役割は串を渡すことだ。ガキだな。俺はもうそんなものとっくに卒業したの。お、そろそろ歌い手の歌が始まるぞ。舞台の方へ行こうぜ。
倒れたみたいなの。きっと私のせいだ。お母さん、今日のためにとても無理をして練習していたから、私が歌えないことにも心を痛めていたみたいだし、私なんだ、じゃあ今年の歌の披露は中止か。だってそうだろ、歌い手がいないんじゃどうしようもないさ。残念だな、祭りが盛り上がるところなのに。歌い手が糸カイナで歌えないということは死んだも同然なのです。歌わせてください。何を言っているの。マナリには無理。マナリにはまだ早い。俺は聞きたいな、マナリの歌が。タンタム。俺、今でも覚えてるぜ。小さい頃、一度だけお前の歌を聞いたことがある。すごく綺麗な歌声だった。今でも耳に残ってる。もう一度聞いてみたいよ。俺さ、マナリの歌好きだぜ。誰が何と言おうとな。だからさ、歌えよ。お前ならきっとやれるさ。
し、歌う。ヤンタムーのために歌うね。おう、その息だ。無理だろ、いくらなんでも。だって、マナリだぜ。大丈夫。マナリはあんなことでへこたれるほど弱いやつじゃない。マナリ、よくやったわね。私の知らない間にそんなに成長していたのね。すっげえ、マナリってあんなにうまかったんだ。見直した。なんだよ、お前が威張るなよ。